ゾンド1号はソビエト連邦のゾンド計画で打ち上げられた探査機の一つである。ベネラ1号に続いて近世近傍に達したソ連の二つ目の探査機となったが到着前に通信が途絶えたため惑星は観測できなかった。ゾンド1号は3メガボルトマイナス1と呼ばれるタイプの探査機で後続のゾンド2号や3号。 ベネラ2号やベネラ3号などの姉妹機であった。90センチメートルの球形の着陸カプセルには、大気の化学分析系、岩石のガンマ線測定器、高度系、温度圧力系が搭載された。当時は、金星の地表についてよく知られていなかったため、水上に着陸した場合を想定し、モーション、ロッキングセンサーも積んでいた。ゾンド1号は、 1964年4月2日にバイコヌール宇宙基地から打ち上げられた。金星への飛行中、ひびの入ったセンサー用の窓から徐々に機体が漏れ、内部の余圧が失われた。地上からの指令により、無線システムの電源が入れられた時、タイミング悪く、機内に若干の空気が残っていたため、コロナ放電が発生して、電子機器がショートしてしまった。その後、 故障を免れた着陸カプセルの送信機に切り替えて、通信を維持し、宇宙船や、原子上水素分光系の観測を続けたが、5月14日に、すべての通信が途絶した。1964年7月14日、ゾンド1号は近世から10万キロメートルの位置を、通過し太陽周回軌道に入った。ありがとうございます。